どうも、趣味はおじさん、心乙女、出身ジョブ、YouTuber の竹崎やっています。セーフ、間に合った。2分前よ。今日はね、午前中動くのが苦手だから、のんびりしてたらギリギリになってしまいました。今日はゆうたろう VS ゆうたろうということで頑張ってもらいましょう。昨日ね、あんな怒ってたけど、めっちゃ今楽しみです。はい、今日も野球が見れるぞ。天気も良くてね、楽しく応援していきましょう。すでに坂でギリギリしてきた。頑張れゆうたろう。ちょっとあの開始5分で1点取られましたやばいんだけど、ノーアウトで1点入って今ランナー1塁です。どうなってんのどうなってんの。いや、打たれるのはしょうがないんだけどさ、私が投げてるわけじゃないからしょうがないんだけど、さすがにあまりにも最速失点すぎてびっくりしてます。しかもホームランじゃないからね、連打です。どうなることやら。ちょっとね、ギリギリについて飲み物がなかったから、飲み物をね、買いに来るついでに取りました。でも頑張っていきましょう。今日も修行のレベルが高そうや。ゆうたろうがだいぶ落ち着いてきました。よかった。まあ、1失点してその後もピンチあったんですけどね、我を取り戻してくれてよかったと思います。ちょっとね、一服しに来ました。どうですか、ベリーナドーム。子供もね、遊べるとこいっぱいあって、こうやって芝生もあって、ご飯食べてそこもね、テラスで食べれたりとか、試合も見れますし、子供連れにはおすすめです。ぜひみんな遊びに来てください、交流戦があっても。でも思いのほかね、結構客席ガラガラでヤバくないみたいなニュースもあったんですけど、今日人いっぱい入ってて応援めちゃくちゃ熱いです。まあ、こんな時だからこそね、応援していきましょう。石田投手にマザックスを食らって帰ってきました。くさ。もう何なんだよこの弱さは。今日はね、駐車場がいっぱいだったんで、山口線のね、多摩湖の駅に車停めてたんで、今これ何線だ？多摩湖線ではなく多摩湖線かな。西武線のね、線路の前で撮ってますけれども、昨日はね、コンビニで画角が汚くて、途中アリとかで歩いててすいませんでした今日はね、途中まではまあシンプルに力負けだなっていう感じで、まあ弱いなしょうがないかぐらいだったんですけど、最後のね、ダメ押しの2点がいらなかったですね。なんかあれのせいで、なんかすごいクソみたいな気持ちになってしまいました。アウェイユが2点取られちゃいましたけど、セーブシチュエーションだと思ったらゾッとしますよね。まあ、今日のあの場面だからどうせ勝てないっていうところだったんですけど、いやー、今日ね、最後までみんな応援してました。客席もね、すごい声出てたかなっていうふうに思います。最後まで8回にね、チャンスあったんですけど、まあ、一歩出ずっていうところで、本当にゴロばっかり、ちょっとね、いい当たりも何本かあって、正面みたいなのもあったんですけど、まあ、それにしてももう全体的なレベルが低すぎて、話にならないなっていうところなんですけれども、今日ね、ジャストレッキングがすごい気になった、地球だろうと思って歩き出してストライクみたいな、
で、みたいな、いやこっちがええってやりたいよって感じなんですけど、まあね、今日途中からもうマダックスされそうな感じだったんですよ。5回で48球ぐらいですか、ちょっと忘れちゃったけど50球いってなかったんですよね。なんだこれって思ったんですけど、もうね、渡辺監督代行常々ね、あの先制されて追いつけないことを口にされてたんで、早めにね点取りたいからもう最初から振ってけっていう指示がね、今日に関しては、まあ、昨日もだと思うんですけど、すごい指示がね出てたと思います。だからまあすごい少ない球数で終わっちゃってたので、今日に関してはね、私はあの攻撃時間が短くて凡退したことに関しては何とも言いません。逆にね、あの後半になってずっと同じピッチャーが投げてるのに、ね、何打席目になってもアジャストできない、もうこれがね今の現状を物語ってるなっていう風に思います。仮にね粘って中継ぎ出てきたところでまた初見みたいな感じになっちゃいますんで、のどかだな西武戦、のどかだなあっちゃいますんで、まあ、今日のね早打ち凡退は仕方なかったのかなっていう風に思います。後半アジャストして欲しかったな。でもね、あのカウント悪くなってからはなるべく粘ってほしい。もうそれこそね、日ハムのタミヤ選手とかね見習ってほしい。あ、タミヤ選手だったらカットしたんだろうなみたいな、できてたんだろうなみたいな球ばっかりね、あのストライクっつってあれみたいな顔して、もう本当にこっちがあれっていう感じなんで、見逃し三振ほどね、なんかアホ臭いことないんで、手も足も、足は出ちゃダメか足は出ちゃダメだ手も出ないくらいのいいボールで見逃し三振はねしょうがないかなみたいな、もう相手に軍配が上がりましたみたいな感じだけど、地球野郎みたいなナメプーしてストライクって言われるのはちょっとあの本当にねふざけるなよって思いますので、ふざけないでほしいなっていうふうに思います。まあ、ここからね4日間お休みになりますけれども、どういう風にね過ごしていくのか、もう心のケアもしてほしいですけれども、ここのね4日間どう過ごすかでね変わってくると思います。あの個人のね結果も変わってくると思いますんで、ぜひね努力と努力か工夫をしてほしい。もう動けないぐらい体疲れてる人は工夫をしてほしい、うん、動ける余力がある人は努力してほしいって思います。どんぐらい練習してるか見に行ったろかなっていうぐらいね、ちょっと足ふつふつと怒ってますんで、今日はねもう弱かった、シンプルに弱かったからブチ切れるっていう感じではもはやないんですけど、あまりにもねどん底を更新してくるのでびっくりしてきます。交流戦最下位ね決定して迎えた最終日だったんですけれども、まさかルーキーにマダックスを献上するっていうね、あの想像もしない底の底をついてきたので、4月の時点でね今がそこだ、あとは上がるしかないみたいな気持ちなんですけど、あの新しいね底の引き出しをどんどんね開いてくるんですよ。これ以上の底って何ですかね、もう考えたくもないですけど、でも私が今想像つかないような底を見せてくるのが今年の西武ライオンズなんで、覚悟はねしておかなきゃいけないなっていうふうに思います。じゃあファンもね4日間ちょっと野球から離れてゆっくりしましょう。私もねちょっと思いっきりこの4日間は野球から離れてリフレッシュねしたいと思います。競馬も行きたいし、映画も見に行きたいし、パチンコも行きたいし、やりたいことはねいっぱいあるんです。まあ私京セラもね今回行かないんで、1週間まるっとお休みがある形になるので、なんかね楽しく過ごしていこうかなっていうふうに思います。またあの交流戦ね6チームと対戦してみて、それぞれの球場の印象だったりとか、チームの印象とか、印象に残った選手とかね、その動画もね作れたら作りたいと思っております。それではねまたリーグ戦に戻ってお会いしましょう。またね。